こんにちは、まさやん6494です。今回はパワープロアプリのチャレンジスタジアム、ふっぱり打ちのパート2ですね。やっていきたいと思います。でですね、現在、見ての通り、1億ポイントですか。突破しました。なので、報酬の SR ガチャ券まではもうゲットしました。なので、引き続き、のらりくらりとこっちをちょっと目指していきたいかなと思います。ですね。まあ、とりあえず、試合やろっか。あと1日と10時間。なので、どれぐらいでしょうか。流し。まず同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で、ベレが初球引っ張った。左へ切れたファール。インコース引っ張った。レフト前クリーンヒット。ベレクヒットを放ちました。まさなおもチャンス。7回の裏、先頭バッターは落合。今日はここまで3打数2安打、1三振。投げた、打った、ファール。基本的に全部ストレートですね。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、引っ張った、ネット前キー。落合、ヒットを放ちました。さあ、ダメ押しのチャンスを迎えました。だいたい 150% を狙って言いつつ、で 300% 超えるとサッカーのゴールが出現するので、それ超えたらまあそこまで狙ってないんですけど、ということで、まあ、これでねまあそんな感じでちょくちょくとやっていきたいかなと思います。狙いとしては初めて結構ここまで順位高くいけそうな予感がするので、 SR 取れたら嬉しいなということで、5000、1位から1万以内に入れたらラッキーって感じですね。はい、ここをちょっと目指していこうかなと思います。はい、ということで、パワープロアプリのチャレンジスタジアムパート2でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタン。よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。